APOD。2013年11月19日。ハッブルによる球状星団、メシエ天体15番。この球状星団、メシエ天体15番の中心では、まるで蜂の群れのように星々が集まっています。10万を超える星々からなるこの球は、私たちの銀河の初期から残る古参で、今も天の川銀河の中心を公転し続けています。この M15 は、今も残る170個の球状星団のうちの1個で、双眼鏡があれば簡単に見ることができ、その中心部は、知られている中でもトップクラスの星の密度を持っており、さらにその中には多くのパルサーや変光星が存在しています。つい最近発表されたこのシャープな写真は、地球周回中のハッブル宇宙望遠鏡が撮影したもので、約120光年の領域を映しています。そこには、中央に向かうに従って、星の密度がどんどん増していく様子が捉えられています。この M15 は、およそ3万5000光年の距離、羽の生えた馬の星座、ペガスス座にあります。明日の APOD は、重いジェットです。